ステップ3プロジェクト内容の説明この動画ではプロジェクトの構造及び使用する主な構成要素について説明します。これによってこのトレーニングガイドの終了時に皆さんが何を習得できているのかを把握していただきます。ナビゲーターをビューマップに切り替えてみましょう。 マッサードプロジェクトの主要なデータ構造を見ることができますさらに次の2つのアーキキャドパレットを開いておきますこのインタラクティブトレーニングガイドの演習の中では作業速度を上げるためにこれらのパレットを頻繁に使用するためですまず Windows メニューのパレットから参照機能を開きこれを画面左端の ツールボックスの横に置きますこの参照機能は設計プロジェクトにおいて平面図立面図断面図などの各種ビュー間の整合性を確保するために便利な機能です詳しくは次の章で説明します次に前と同じメニューから「お気に入りパレット」を開き参照機能パレットの下に置きますお気に入りは このプロジェクトの始まる前に設定された建物要素です。使用頻度の高い建物要素の設定をこのお気に入りに保存しておき、後で使うことができます。お気に入りを利用することで、トレーニングの演習に要する時間を大幅に短縮することが可能です。使用回の平面図ウィンドウとパレットのサイズは 自由に変更できるようになっていますでは、マスターロハウスフォルダを開きます。ビューマップには、フォルダーの階層構造が表示されます。ご覧の通り、a ーキ h c a d 11インターア a c t i v e t r a i n i n の章ごとにグループ化されて、ビューが配置されています。常にその時学習している ショーの名前が付けられたフォルダの定義ビューを使用します。チャプター1フォルダの1.1グランドフロープランを選択します。平面図が表示されます。縮尺、ズーム率、レイヤーセットといった各種設定は保存されたビューの設定に基づいて再現されます。マウスの中ボタン、 マウスホイールを押しますこのようにボタンを押すと同時にカーソルが手のひらカーソルに変わりますこれはスクロールモードになったことを表しています中ボタンを押したままマウスを動かし Windows 内のあらゆる場所に View をドラッグすることができますスクロールモードに慣れるために何度か練習してみてください 次はマウスホイールを回してみましょう。このようにマウスホイールを使うことで現在のウィンドウの一部を素早くズーム、つまり拡大縮小することができます。ズームモードではカーソルが置かれたポジションで拡大縮小が行われます。これらの使いやすい画面内移動ツールを利用してズームとスクロールを何度か練習してみましょう。 これらの機能は、プロジェクトのすべてのビューで使用することができ、素早く簡単に移動することができます。実際に試してみることにしましょう。チャプター1、フォルダの1.2、ジェネリック・パースペクティブを選択します。3D ウィンドウズが開き、プロジェクトの 3D モデルが表示されます。平面ズウィンドウの時と同じ要領で、 スクロールとズームを行うことができますキーボードのシフトキーを押しながら同時にマウスの中ボタンを押すとカーソルの形が変わりますマウスを動かすことで 3D 空間でこのようにモデルを自由に回転させることができます操作のコツをつかむために何度か回転させてみてくださいモデルは常に 3D ウィンドウの中央を起点として回転することから先にモデルをスクロールさせておいて好きな地点で回転させることができます水平、垂直の両方向に回転させることができあたかも球面上を移動するかのようにモデルを見ていくことが可能です 3D でのズームスクロール 回転をしばらく練習した後にこれらを組み合わせて使ってみてください 3D プロジェクトビューはバーチャルビルディングの統合化された表示の一つで従って 3D ウィンドウで変更を加えると直ちにそのプロジェクトの他のビューに反映させるようになっていますその効果は明らかです時間の節約になると同時に ビュー間の整合性を保つことができます。次にチャッター1フォルダの1.3セクションを選択します断面図が開きます断面図立面図展開図は平面図上に置いたマーカー線に基づき作成されますこれらの図面はそれぞれのビューを開くために 自動で再生成されるように設定することが可能です。あるビュー上で変更が加えられると、そのモデルの他のビューに自動的に反映されます。ビューの自動更新により、プロジェクトの最新の状態が表示されるようになっています。例えば、ある断面図の壁を変更した場合、平面図や他の断面図、 立面図 3D ビューなどにもその変更が表示されます断面図の任意の壁を選択して情報ボックスの設定ダイアログボタンをクリックします要素が選択されると情報ボックスに位置高さ厚さなどの設定内容が表示されますこのように設定ダイアログでは全ての設定が論理的に 配置されていますここで情報ボックスの適切なフィールドで要素の設定を変更することも可能です最後にエスケープキーを押すかダイアログのキャンセルボタンをクリックするかにより壁の設定を終了しますチャプター1フォルダの1.4ウィンドウリストを選択します連動一覧表が開き プロジェクトで作成された窓の一覧が表示されます。この一覧はプロジェクトモデルに基づいているため、常に最新の状態が反映されるようになっています。連動とは、つまりここで何か変更を行った場合、それが他の全てのビューに反映されるということです。その効果は明らかです。 時間の節約になると同時にすべてのビューおよび図面間の整合性を保つことができます。